とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、これをやっていきたいと思います。無限大なものを、やりビルドですね。これがね、やっぱりむちゃくちゃ使いやすくって、昨日からこれを使っております。今日もこれで、難しいデイリーをクリアしていきたいと思います。行くぞ！それでは行きましょう。デイリーさんの地下寺院ですね。HP1 に固定で、アイテムボーナス持ってる。で、敵がクリティカルですね。これ遠距離系もクリティカルが乗ってくるので、ちょっと注意が必要ですね。じゃ、いいね。相変わらず強い。相変わらずの破壊力。じゃあ。いるかな。最初からキャプテンが多めにいてくれれば嬉しいんですけども、いないか。序盤からね、1匹いればかなり嬉しいんだけども、ちょっといなかったですね。あ、でこれハーフクロスボウ、これ使ってるんですけども、黄金が虚無酸、そして貫通ダイナモマルチショットとなっております。虚無がね、いまいちだったな。虚無、弓のね、矢の一発一発に、効果が乗るんですよ。なのですぐにね、上書きされていって高ダメージが出ない。高ダメージはね、時間を若干置いて攻撃しないといけないんだけども、その都度その都度虚無が更新されていくので、ダメなんだよ。更新されていくのでダメだった。なので虚無は武器に入れて、弓にはそうね、やっぱり無限がいいのかもしれない。無限だったら、まあ、若干なりともこの雷の矢筒が使いやすくなるので、こっちを入れるべきだったね。まあ入れれるわけじゃないんだけどね。でも次狙うとしたらそういう感じで、虚無以外を入れていきたいところですね。なかなか出るもんではないよ。これでも十分な強さではあります。まあ虚無がね、無駄っていうわけではないので、まあまあいいとしときましょうよ。そこまでね、難易度を上げずに。よし、 OK。 こっちはいるだろう。こっちはいるっしょ。やべ、敵が多い。あ、変更がいるのね。危ねえ。変更でも対応できるっていうのはいいな。脅威です。まだいる。あ、いそうね。ちょっと待てよ。はい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 。ん？雷のやつはさ、長弾は意味あるっけ？これ長弾が入るともっと強くなる気はする。雷のやつどうだったっけ？普通はね、長弾乗らないんだけど、これには乗ったかな？乗るんであれば、無限じゃなくって長弾入れた方が、強そうだね。オッケー。いないかな。あと1体いてくれれば嬉しいけども、どうもいそうにありませんね。はい、じゃあ探そう。お、いた。どこ？ちょっと待って、戦いにくいって。ここは戦いにくい。どこだ。うわー、えぐいな。えぐい場所で、トゲついてるし、もうね、トゲも変更もついてるよ。よし、 OK。 若干なりとも変更にも対応できてるっていうのは嬉しいね。よし、どこだ。いた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 。じゃあ
ッケー。待って待って待って、なんだ、ナイトモード出た。あ、間違えた、俺ダイナモ使っちゃった、最悪。ちょっとナイトモードでダイナモを貯めにくいんだけども、まあなんとか貯めていきましょう。10まで貯まればね、まあなんとかなってくるんで。やっべやっべ、あぶない。中間地点過ぎました。いないな。まあまあまあ、この先洞窟の方にいるのかな。じゃあエンダーマンも一撃、素晴らしいね。もうナイトモード鬱陶しいって、ナイトモード本当に嫌。よし、オッケー。あー、でも倒していかんとね。あっぶねえって、もうあっぶねえ。もう霊気やめろ。で、防護買ったいし。よし、オッケー。いるかいこの先。なんかいなさそうな気もするんだけど。まあ一応、探しながら行きましょうか。おい、やっべ、クリティカルやっぱり痛い。もう敵がワンサが出てきすぎ。お、キャプテンがどっかにいるけども、これすごい数だな。ちょっと待て、ちょっと待って、えぐい数だ。ちょっと待って、なんとかちょっと減らそう。あっぶねえ。よっしゃ、ちょっと待って、オッケー。脅威か。おい、ちょっと待って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 って待ってって待ってよ。え、この先は、あ、いるね。まだいそうな気がする。気配あり。やべ、これちょっと厳しいわ。ナイトモードが本当にきつい。やべ、やば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 、あぶね。トゲついてるっしょ、トゲついてるっしょ。ちょっと待てよ、トゲのやつは待て、トゲは待ってくれ。よし、オッケー。いないのかいこっち、もしかして。あ、いや、いるいるいる。よかった、無駄足並んでよかった。やべい、待てよって、相当つらい。いや、お、動かないのかい君は。ちょっとこれは厳しい。お前ちょっと邪魔だって。よっしゃ、あれ動かないね。これはラッキーか。はい、倒しました。ナイス。なんだ、ん、まあ、モブ速度か。これチビが速くなるからめんどくさいんだよね。もう来るな。あとは、洞窟の中あたりかな。洞窟到着。おい、待って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 、えぐいって。うわ、やばいやばいやばい、あぶね。クリティカルは痛い。よし、ちょっと待って、後ろから攻撃するの待て。多すぎるって。出すぎや、お前たち。危ない、もうマジで戦いにくい。よしよしよし、もうさっと倒して戻ろう。本当に嫌。いるね、いるいる。うわい、やいやい、なんだこの数は、なにこれ。やめろって、やばいやばいやばい、死ぬ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 、あっぶね。ここはきつい。あっぶね、もう、うわ、
なんだその連打は、お前たち。そのチートみたいな連打はやめろ。あっぶなー、死ぬとこだったわ。いきます。もうやばいやばいやばい、きつすぎる。いた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 、あー止まった。よっしゃ、あぶねえ。ちょっと待って、トゲがいるっしょ。もう、あー多すぎるって、敵がバカじゃないの。いやーこれはまずい。とりあえず取って、あっぶね、戻りましょう。多分あっちにいるんだよな、ゴールの近くに。ちょっと待って、ダイナモを極力ここで貯めていこう。まあ、銃貯まればなんとかなるレベルにはなるんだよね。なので10ぐらい貯めていきましょう。やっば、あっぶね。いいか、12十分かな、こんぐらいあれば。あー危ねー、おいおいって、ひどいひどい。ナイトモードの湧き方ひどくないか今回。あぶねー、死ねる死ねる。いや硬い、豚が硬い。待って、おーい、もう、うわぁ、 HP も上がってるからなかなか倒せなくてね、厳しいよ。いやー危ない、死ねる。おーい、よし、ちょっと待って、ゾンビが早い、ゾンビ早えよ。やっべ、よし、ちょっとでもクールダウン効かせていこう。あ、ポーションバリアじゃ、あ、なんだ、何を言ったかわからなくなってきた。ちょっと待て、もうこのまま、あー、ダメだダメだ、ダイナモが切れた。はい、ということで最後の最後にやられてしまいました。ダイナモミスをしちゃうともう積むね、ダイナモでミスるともう積んじゃうんだ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。